今晩はケイちゃんがお休みなのでひとりラジオみんなのメール待ってるよ ページをめくれば懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ。ペイジング868。こんばんは、ペイジング868のぶんちゃんです。この番組は f m 8 6 8ルツユイマールラジオ FM ウルマのスタジオから生放送でお送りいたします。今晩も最後までよろしくお付き合いください。 さいつもですね、えー、一緒に喋っている女性の人が <laughs> おばちゃんがいるんですけれどもケイちゃんがいるんですがケイちゃんはなんと今日体調が悪いということでですねお休みいただくことになりました午前中まではねなんかお仕事頑張ってたみたいなんだけれどもどうも頭痛と腰痛がやってきてしまってえー、ねこれが 節々の、関節の節々の痛みとかじゃなければね、いいんだけれどもね、えー、インフルエンザ流行っておりまして、2週間前僕もインフルエンザにかかってしまって、<laughs> 本当にあれびっくりですよ。丸2日ぐらい、38度5分近く熱がありましたからね、えー、もうピークを迎えたみたいなんだけれども、これからまた、えー、かかる可能性もありますからね、 あのぜひ皆さん、しっかりと手洗いなど対策をしていただいて、で、えー、インフルエンザかからないようにしてください。あの油断はしないでくださいね、えー。まだこの先も少し寒くなったり、暑くなったりとかするみたいなので、こういう時に一番体力がね、弱くなりそうだし、年度末で忙しいからね。しかも、そういうことも、体力が落ちてくる可能性のある時期ですから、ぜひ皆さん、 体調にはくれぐれも注意してインフルエンザなど風邪とか引かないようにしていただきたいと思いますさあ今晩はですねケイちゃんがお休みですので、えー、いつものごとく皆様からのメッセージが頼りですはいよろしくお願いしますどしどし送っていただきたいと思いますリクエストはかからないと思いますがメッセージはなるべく読むようにいたしますので 皆様からのメッセージ、たくさんお待ちしておりますよ。ファックスの方は、965-4868。965-4868。e メールの方は86、868-at-fmulma.com。868-at-fmuruma.com。868-at-fmulma.com 86 86まで、皆様からの <laughs>、 皆様からのリクエスト、メッセージをたくさんお待ちしております。それでは今晩はこの曲からスタートしたいと思います。アイコで桜の時。 ペイジング8 6 8 u m ルラジオ FM ウルマのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしておりますよ。ファックスの方は9 6 5 4 8 6 8 9 6 5 4 8 6 8、うん、e メールの方は8 6 8 a t f m ウルマ c o m 8 6 8 a t m a r q fmuruma.com まで皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております今日はケイちゃんがお休みですはいなので皆様からのメッセージたくさんお待ちしておりますよさてさて皆さん縄跳びってしますか <laughs> ちょっと唐突ではあるんだけれども 縄跳びって最近やりましたかねあの、本当はね、ちょっとケイちゃんがつっついてみて、縄跳びできるかっていうのを聞いてみたかったんですけれども、最近ちょっと友達にね、あの、勧められて、うん、誘われて、誘われてですね、縄跳びをやったんですよ。びっくりしたね。あの、学生時代って、糸、糸も簡単にではないけれどもね、 なんか結構楽に飛んでた気記憶があるんだけれども、だけど、いざ、この年齢になって、久しぶりに、もう多分ね、十何年ぐらい飛んでないと思うんだけれども、十何年ぶりにこう飛ぼうとするとね、飛べないね。意外と飛べないですね。本当にびっくりした。あの、リズムって大切じゃないですか。生跳び。<laughs> これがね、あの、 最初の4、5回はうまくこう、このタイミング取れない。どの時点で飛んでいいのか、あと、どのぐらいの高さで飛んでいいのか。で、あとね、40も超えれば、飛んでるつもりで飛んでないんですよ。<laughs> 飛んでるつもりでいるんだけれども、意外とこう、足が地面からそんなに離れ,離れてなくて、縄がもう引っかかる引っかかる。あれ、びっくりしましたね。 あの縄跳びってすごく体にいい、全身のね、運動なので、いいということで言われてて、でそれでちょっとね、やったんだけれども、もう、あの、昔取った絹塚だけではちょっと、できない、飛べない、ちょっと練習しないといけないです。どうですか、今、皆さん、近くに、まあ、縄跳びの縄ってすぐにありますかね。まあ、あの、小学生とか中学生がいるご家庭だったら。 多分すぐ出てくると思うんだけれども、ほら、飛んでごらん。<laughs> あの、駐車場でいいから飛んでごらん。飛べないよ意外とびっくりしました。で、実は1分間飛んでみようということで、やったんですよ。無理。<laughs> あのー、こ1分間続けようと思って、飛ぼうとすると、 だんだん速くなってくるんだよね、僕の場合。で、速くなって、息が上がって、足がついていかなくって、バタってこう、はい、止まるという感じなんですけれども、これびっくりしましたね。でも、あの、この短い間だったんだけども、この短い間でも、息がめちゃめちゃ上がるぐらい、この、縄跳びっていう効果、 が結構効果出てたのでこれは意外と続けるといいんじゃないかなと思いまして調べてみました調べてみましたあるんですね縄跳びダイエットっていうのがえー、縄跳びダイエットです縄跳びをするだけですはいただねただねあの僕みたいに体重が昔 からね比べたらかなり増えたとかそういう方がいきなりねあのめちゃめちゃ飛ぶと大変なことになるしあの息が続かなくてあの苦しい感じになるので縄跳びダイエットは長く続けることが大切なので無理しない程度にあの小分けにしてやってやった方がいいですよということでしたで、えー、縄跳びダイエット1日10分程度で飛ぶだけで あのー、いいんですってで、えー、効果はまっすぐ飛ぶだけでも軽いジョギングの1.3倍にもなると言われていてランニングやウォーキングのように距離や場所を考えなくてもちっちゃいスペースでも実施できるのが縄跳びダイエットのいいところだそうですで、えー、縄跳びはね全身運動であってよくボクサーなどが持久力向上や減量のために行っているので飛ぶことで全身の筋肉を使って特に ふくらはぎや下半身の引き締めには、 絶大の効果があるそうです。ふくらはぎや下半身の引き締めの絶大の効果があるそうですのでね、えー、ぜひやってもらってもらいたいと思います。また、えー、多くの酸素が必要なので、いい有酸素運動です。で、1ヶ月を続く、続けると心肺機能が向上して、相乗効果として体脂肪をエネルギーに変換するシステムが活性化され、太りにくい体質に変わるって。 嬉しいね。では、では、どうしたらいいか。まずね、あの注意することあの。いきなりやると、膝、股関節などに負担,負担をかけてしまうので、注意すること。えー、背中を丸めたり後ろに体重あ、後ろ体重になったりしないようにする。でえーまあ、姿勢を良くということですね。 で、ジョギングシューズなど軽くで、軽くてクッションのあるシューズを履く。あの、スリッパとかね、普通の靴はちょっと厳しいです。やっぱちゃんとクッションのある靴で。そしてこまめにインターバルを取る。休憩する。<laughs> 休憩する。そういうことです。で、あまり高く飛ばない。あのね、高く飛ぼう、飛ぶと、やっぱり続かないんですよ。だから高く飛びすぎない。いいぐらいの高さにする。そのいいぐらいの高さを測るのが、 なかなか難しいですよ。はい。これはもう自分、ご自分でちょっと試してね、やってみてください。で、1日10分というのは、どんな方がいいかということなんだけれども、1回で、1回1分ぐらい。1分から2分ぐらいで、1分間に50回から60回ぐらいの速さで、1秒に1回ですね。で、それを2分ごとに休憩をとる。で、この休憩なんだけれども <laughs>、えー、 3分とか5分でもいいですってえっていうかねこれ3分飛んで5分休むとかってやるけどまず3分きついから1分からやってみてくださいはい1分飛んで2分休むとかねそのぐらいでで飛ぶ時間を合わせて10分ぐらいにするとそれがいい具合と思いますよで1ヶ月ぜひぜひ続けてみてくださいあのー、最初は100均の縄跳びでも OK ですので多分どんどんね、あのー、いい いいもの欲しが欲しくなるはずなのでまずは100均で始めてみてくださいそうしたらねお手軽にねすぐ今日からでもすぐ始められますので縄跳びダイエットぜひ僕もやってみたいと思いますのでみは皆さんも一緒に挑戦しませんか <laughs> 結果は報告しません <laughs> それでは1曲お届けしましょう飛んでイスタンブール ペイジング八六八ユイマールラジオ FM 車のスタジオから生放送でお送りしております皆様からのリクエストメッセージお待ちしておりますよ えー、ファックスの方は965-4868965-4868そして E メールの方は 868-fmuruma.com868-fmuruma.com 86まで皆様からのメッセージお待ちしておりますさてさて、えー もうすぐ、あ明日が締め切りになりますね。第16回、綾橋海中ロードレース大会です。4月3日日曜日、4月の最初の日曜日に行われる綾橋海中ロードレース。明日2月26日が締め切りとなります。えー、ハーフマラソン、トリムマラソン10キロですね。そして、えー、トリムマラソン3.8キロで、えー、3つのコースがあります。ぜひ皆さん、 参加していただきたいと思います。えー、申し込み期間中でも定員達しだ種目ごとに締め切りますということですので、ちょっと今どんな状況になってるのかなまあ明日が一応締め切り日ではあるんですけれども、その前に定員に達してしまったらごめんなさいということですので、ぜひ皆さんですね、早めに早めにもう明日、 までになりますので、えー、申し込んでいただきたいと思います、えー、インターネットのスポーツエントリーの方からも申し込みができますのでね、えー、興味のある方はぜひ申し込んでくださいちなみに、えー、ハーフマラソンの部は制限時間2時間50分ですそして1 0キロの部は1時間30分3 8キロの部は50分の制限時間となっております、えー、ぜひですね、あのー うるま市、よなしろ総合公園陸上競技場から、変座島、そして浜東島まで走れるコースになっておりますので、えー、ハーフマラソンはね。で、えー、10キロのロードレースだと、変座島の手前で折り返しということになります、えー。ぜひ皆さん参加してください。綾橋海中ロードレース大会、4月3日日曜日に行われますが、 申し込み期間は明日までとなっておりますのでぜひぜひ希望参加希望の方を早めにどうぞさてさて第63回沖縄県高等,野球高等学校野球春季大会春の高校野球のです、ねえー、組み合わせ抽選がありましたね一昨日そして発表されました3月20日日曜日からスタートする春の、えー、高校野球大会なんだけれども ちょっとうるま市見ていきますと、前原高校がですね、1回戦で宮古高校と、ちょっと強いね、宮古高校。中部農林が名古高校。串川高校が首里東。そして、三里工業が小座高校と、で、串川商業が宮古工業高校、工業高校。よかつが未来沖縄と、そして、ここ、一番近い、 石川高校がですね沖縄小学沖縄とですね1回戦で当たるちょっときついねしかもその後、えー、勝ち上がった沖縄に勝った場合はですね浦添高校と中部商業の勝った方なんか今年この春の大会はまあこれ全部くじ運だと思うんだけれども1回戦結構競合同士がとか1回戦2回戦で競合同士が当たることが多いですね えー、これまた一つ楽しみですねどういう風になっていくか、えー、春の高校野球はですね3月20日日曜日、えー、開幕いたします今回使用される会場球場はですね茶壇公園野球場沖縄セルラースタジアム那覇そして宜野湾市立野球場の3球場の予定となっておりますちなみに石川高校は3月23日 えー、セルラスタジアムですね、余活が3月22日、茶壇公園串川商業が宜野湾市野球場で、えー、三郷、あ、えっ、ー、と、3月22日ですね、そして三里工業は3月21日、茶壇串川高校が3月20日、茶壇中部農林が3月20日、茶壇前原高校が3月20日、宜野湾野球場の方で、それぞれ試合が行われます。 ぜひ皆さん、また応援していただきたいというふうに思います。それではここでもう一曲ご登録いたしましょう。小泉京子で水のルージュ。 ペイジング868ゆいまるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。こんばんは、ケイちゃんがお休みなので、あたくし、ぶんちゃんが一人でお届けしております。皆様からのお便りが、頼りです。お待ちしております。ファックスの方はの、965-4868、965-4868、そして、E メールの方は8、8 6 8 fm-urma.com 868アットマーク fm ハイフン urum8 com まで皆様からのメッセージメッセージをお待ちしております <laughs> いただきましたありがとうございますマル、ま、さんからいただきました文太さんこんばんはこんばんは縄跳びは長い間してないなでしょでしょそんなもんだよね縄跳びってね 縄といえば、なんか違ってきたよ。縄といえば、10代の頃エロ本片手に、丸々縛りを研究していた友人、かっ自分じゃないですよ、かっ閉じ。本当に自分じゃないのマールさんじゃないの本当は。えー、あのスケベーは、今は立派なお父さん。僕は未だに一人、きっこ縛り勉強しようかな。<laughs> リクエストが六甲おろしそれ六甲にかかってるっていうやつですかもしかして <laughs> 10代の頃あーまあねそのそういう手の本にねいろいろ出てくるわけじゃないですか <laughs> 友達は誰を誰を相手に研究してたの自分でとか <laughs> この時間帯はまずいかここを広げるのはいいかな まあどっちでもいいかなもしかしてねまもししかねそのお友達はその研究した成果でね今の奥さんをゲットしてるかもしれないわけですからねあまるさん一緒に勉強するべきだったんじゃないですか一緒にねお互いにねこう、はい、<laughs> それで研究してや,る <laughs> やったら今頃まるさんももしかしたらね、はい お相手がいる、いらっしゃるかもしれないんだけどもね。ありがとうございます、えー。またメールをお待ちしております。こっちに行く縄跳びですよ、話は。<laughs> えー、さて、あのー、今年部分日食があるんですよね。はい。部分日食が見られるんですけれども、それが再来週、3月9日の。 え水曜日になります。再来週の水曜日になります。3月9日の水曜日に、えー、今回の日食、回帰日食ではあるんですけれども、インドネシア方面で皆既日食で、えー、スマトラ島やジャワ島を通って北太平洋を抜けていく道で、えー、ハワイ島は北側の海上辺りまでが皆既日食が見れるということです。で、日本ではですね、あの部分日食になります。ちょっとちっちゃいではあるんだけれども、 部分日食になりますで沖縄でもね、那覇でも見れるんですよ。えっ、ー、とね、4分の1から1 5分の1ぐらいかな、えー。太陽の右下の方が欠けるような感じになります。ちなみに那覇でのこの部分日食、食の開始はですね、3月9日の午前9時29分からです。午前9時29分からで、 最大食、一番大きくかけるのが1時間後の10時29分です。そして終了が11時34分で、約2時間ちょっとぐらい日食状態が続きます。部分日食ですね。で、えー、沖縄の方がね、日本で一番南側なので、この回帰日食のところに近いので、日本で観察できるのは沖縄の方が一番大きいということです。いい天気になってほしいですね。3月9日。 えー、部分日食があり、見れますので、ぜひみんなで観察してください。ただし直接対応、目はね、直接対応見ると、えー、悪くなっちゃいますので、直接対応は見つめないようにしてくださいね。それでは一曲をお届けいたしましょう。菊池桃子で卒業。 レイジングウェザー気になる明日そして週末のお天気をお伝えしますまずは天気概況です沖縄本島地方と大東島地方は高気圧に覆われて晴れています先島諸島は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇っており弱い雨の降っているところがあります今夜は沖縄本島地方と大東島地方は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう 先島諸島は寒気の影響で曇りところにより弱い雨が降る見込みです明日は沖縄本島地方は午前中は高気圧に覆われて晴れるでしょう午後は湿った空気の影響で曇る見込みです大東島地方は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう先島,先島諸島先島島諸は湿った空気の影響で曇る見込みです沿岸の海域は先島諸島と久米島ではしけており 本島中南部と本島北部大東島地方では波が高くなっています海岸海上や海岸付近では明日にかけて高波に注意してください本島中南部今夜は北の風やや強く後北東の風やや強く晴れるでしょう明日は北東の風晴れ昼過ぎから曇るでしょう 那覇での朝,朝の最低気温は12度日中の最高気温は18度の見込みですえ今晩から明日にかけてちょっと晴れるので逆にその放射冷却みたいな感じでですね明日の朝の最低気温は那覇で12度と低くなっております今日よりも 今朝よりも1度から2度ま1度から2度ほど低くなっておりますので、今夜も暖かくして眠ってくださいね。日中の最高気温、明日は18度の見込みなんですが、土曜、日曜の天気を見てみますと、土曜日は曇り、日曜日は曇り、一時雨の予報となっています。那覇での最低気温は14から16、そして最高気温は20から21と、週末はまたちょっと暖かくなるんですけれども、 来週火曜日頃にまたもう一度冷え込みそうですね。この朝方、夕方のこの冷え込みはちょっとね、結構きついものがあったりしますので、ぜひ皆さん体調を崩さないようにしっかりとお出かけするときは羽織るもの一枚お持ちになってくださいね。以上、ペイジングウェザーでした。 ページング868番組の最後はラストソングをお送りしております。今月は竹原ピストルの最新アルバムユースからお送りしております。今週が最後です。この曲をお届けいたしましょう。竹原ピストルで月夜を耕せ。 ラストソング今月は竹原ピストルさんの最新アルバム「ユースからお送りしております、えー、最後は今夜はですね月曜を耕せをお届けいたしました11月25日に発売されましたこのユースというアルバムよかったらぜひ手に取って聴いてみてください、えー 今週もたくさんメッセージありがとうございます。わたぶやいびんさんからいただきました。ありがとうございます。先週もね、メールいただいたんですけれども、ちょっと読めませんでした。申し訳ございません。今週はちゃんと読みますよ。こんばんは。今日も先週同様、ジョギングしながらリッスンラジオで聞いています。ありがとうございます。リッスンラジオで聞いている方もぜひメールください。お待ちしておりますよ。ありがとうございます。 ウォーキングから始めて約5ヶ月になりますが最近体重が落ちなくなってしまったので縄跳びも始めてみましたよということでへえいいですねあのウォーキングとか、ね、ジョギングとかやっぱり大切なんですよねこの体なんていうのエネルギーを消費するのにでもう5ヶ月で痩せた多分ねちょっとねあの時期なんですよ 一、二ヶ月でガーって下がっていくんだけど、その後下がりがね、鈍くなるもんですからね。えー、五ヶ月で体重を失くなったのので、縄跳びを始めました。普通の前跳び1分間ってこんなにきついなんて、ねえ、ということで。てか、10分も飛べねえ中年。<laughs> 飛べないよね。本当に。あの、僕、本当に1分でも続かなかったんですよ。<う>ぜひ皆さん試してみよう見てください。1, 1分ってこんなに長いのと思うぐらい。 長いです。本当に。で、10分ね、さっき紹介したこのダイエットでの、縄跳びダイエットでの10分っていうのは、1分やって2分休むとか、2分やって3分休むという感じで、合わせて10分っていうぐらいでいいそうですので、無理してね、10分間続けるということではなくて、休憩を挟みながら、インターバルしながらね、えー、しっかりとやると、また体重が落ちてくるかもしれないですよ、わたぶーさん。<laughs> そうそう。 んちゃんに縄跳び進めたの私です。あ、知り合いでした。ありがとうございます。えー、わたぶやゆんさん、ありがとうございます。またメールよろしくお願いしますね。そして、リッスンラジオで聞かれてる方も結構いらっしゃると思うんですけれども、よかったら、ねあの、ぜひメールもお寄せください。よろしくお願いします。もちろん、ねあの、いつもの通り聞いてくださっている、868で聞いてくださっている皆さんもお願いします。お待ちしております。さて、えー、そろそろ。 終わりの時間が近づいてきました。今週もたくさんのメッセージありがとうございます。来週もよろしくお願いします。きっと来週、ケイちゃん、インフルじゃなければね、えー、しっかりと戻ってくると思いますので、また来週楽しみにしていただきたいと思います。あ、ただね、年度末だからね、彼女、飲み会多いんだよ。<laughs> <laughs> さあ、この後はイングレス、ジャービスレディオでお楽しみください。そろそろ本を閉じる時間となりました。今日のこの一時を忘れないために、昨日と明日のページの間にしおりを挟みましょう。ページング868、来週も一緒に新しい1ページを作りましょう。ということで、ページング868、お相手は私、文ちゃんでした。それでは皆さん、また来週。けいちゃん早く治れよ。